ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。浦和店酒井です。今日はこちらメルセデスベンツ G クラス G63 ですね。こちらのお車にマフラーの取り付け、あとはパッドの交換、そして、スペーサーの取り付け、こちらの方をしていきたいと思います。なんとストロンガーザンタイムエディションです。はい、ではそれでは作業の方してまいります。はい、じゃあまずマフラーを外していきます。こんな具合です。太鼓がドーンとこの触媒に突き刺さってる感じです。シンプルです。はい、でこちらカプリスト、じゃじゃん。はい、太鼓が小さいですね。はい、こんな感じです。ちょっと箱から出してみましょう。ピカピカですね。そしてパイプがこう来て、こっちがオープンで、クローズの時は太鼓の中から太さが全然違いますね。はい、そしてカッター。はい、で太鼓にはもちろんじゃん、 E マーク、こちらが入ってます。なので車検もOK です。負圧で制御するので、負圧のバキュームホースとこちらモジュール、リモコンなどですね。で、あとはこれパイプがついてますが、これは触媒を変えた時用ですかね。まあ車種に合わせてだと思いますが、今回はこっちを使います。ではつけていきましょう。はい、では、こちら純正マフラーですね、外していきますが、まず熱いのでちょっと冷ましてからの方がいいですね。触媒の真後ろ、ここがめちゃめちゃ熱いと、まあ触れないだけじゃなくて、このネジが、かじりやすいで、最悪折れてしまうんで、ちょっと冷ましてからやります。はい、でこの奥に、電動で動いてるバルブのアクセーター、これがいるので、ここのカプラー、これを外します。じゃないと、マフラーを押すときに線が引っ張られて、ここでブチッと最悪いってしまうことがあるので注意が必要です。はい、あとはシンプルですね。ここにマフラーのハンガーがいますんで、そこに刺さってるだけなので、前を切ったら前方に引き抜く感じで降りちゃいます。ゲレンデはとてもシンプルで簡単に外れちゃいます。はい、マフラーが両方とも取れたら、お次は、マフラーをつける前に、あのバキュームホースの配管をですね、まあ、この辺りに出てくるように下回りをちょっとゴニョゴニョとします。はい、エンジンルームから、負圧を引いてくるので、まあ、上からですねずっと下ろしてくる感じの作業をこのタイミングで行います。こんな感じです。このバキュームホースがここに来るマフラーに刺さります。で今回取り付けるマフラーが負圧式になるので、これ電動のモーター、これが、エラーを拾わないようにちょっとダミーのステーをかませたりします。であとこれがこんな感じのハンガーにかかるところですね。ちょっと組み立てがちょっとパッと見分かりにくいんですが、こうですね。はい、ではこれで、乗っけることができます。これ
長いやつでしたね。63は長いやつ用です。はい、でこれがついて、ここがフランジにという感じですね。とても綺麗です。太鼓が半分以下になっちゃいました。ちょっとかけた後の音気になりますよね。はい、こちらエンジンルームですけども、ソレノイドこれですね。はい、これ、左右バックに1個ずつついてるんで、こういう風に配管をします。で、配管不圧ですね。それをもらうところはこのエンジンルームの、まあ、ちょっと見えないんですけども、まあ、右下の方にバキュームポンプ、不圧を作ってるポンプがいるので、そこからちょっともらって分岐してっていう風にして、下に、マフラーの方にこう配管していくっていうような感じですね。あとはモジュールに電源を入れて、アースポイントなどで、アース取って決戦すれば OK です。はい、じゃあブレーキパッド交換していきます。で、パッド交換前にブレーキパッドの交換モードっていうものに入れていきます。はい、これで、OK ボタンを押すと、フィッティングポジションに移動とありますが、はい、これで、リアパッドの交換ができるようになります。電動サイドのあれですね、モーターがこう交換モードになるので、これで交換可能になります。はい、これパッド交換前の状態ですね。結構ダストがすごいことになってます。で、今回使うのは、ABK のマーベラスパッドですね。で、低ダストタイプのものになるので、まあ、このマットカラーがより綺麗に見えるようになると思います。はい、はい、でホイールが取れた状態です。ごついですね。63はこんな感じのキャリパーがついてますが、パッドは後ろから抜けないので、ここの大きいボルト2本、あ、こっちか、こっちですね。はい、これを取ってガバッと、キャリパーを外します。で、内側からこっちからパッドを抜くタイプになりますね。はい、完了しました。で、次はこちら、じゃん、ボルトと、スペーサーですね。こちら、うん、中にボルトが入っているということは、そうです、2段止めタイプのスペーサーですね。これで、21ミリですね。結構分厚いです。で、なんで 2段止めだとボルトがついているかというと、まあ、スペーサーをここの、通常のボルトホールのところに、固定して、でその上に、ホイールを固定するので、ちょっと短いボルトになって、ホイールがこう2段になってつくような感じになります。はい、こうですね。これが入ります。で、ちょっとこれ21ミリだとこのボルトが頭が低いものになってますんで、どんなホイールでもつくようにフラットになる仕様になってますね。はい、で、仮ですが、はい、で、この、上にホイールがついて、こっちのスペーサー側の、まあ、これ受けですね、ここに、ホイールを固定するというものですね。はい、続いてこちらリアですね。リアは片押しのキャリパーですね。こんな具合にセンサーと、これがモーターです。サイドブレーキのモーターですね。では、バラしていきます。はい、で、こんな具合ですね。センサー、これパッドセンサーですね。ここで取りまして、で、配線なども外しておきます。で、上と下のキャリパーの裏側のボルトを外すと、パカッと、はい、パッドが外れます。はい、では続きます。
どうですかこの車の音。いや、いいと思う。すごく。はい、では完成しました。今回こちらカプリストのマフラーの取り付け見えますかね、はい、とあとはハットとスペーサーの取り付けの紹介をさせていただきました。結構カプリスト E マークがついているということで大人気なので、まあぜひ車検対応でって考えている方かなりいい音しますので、ぜひご検討いただければと思います。今回は最後までご視聴ありがとうございました。以上、酒井でした。ボンドチャンネル登録でない方はぜひ登録の方もよろしくお願いします。